のさ、何？いや、浅井くんから話して。あー、そのまだこれからたくさん時間あるからさ、気にしなくていいんだよ。そうだね。それで？いや、なんでもない。そっか。あかりは？私は進学かな。音楽を勉強したい。そっか。でもこんな田舎じゃそんな学校ないからね。そうだね。東京にでも行こっかな。え、東京？あ、からかってるだろう。ごめんね。もうどうしよっかな。ナオト。そういえば昨日見たぜ。何を？お前らだよ、バス停で。どうしたの急に。いやー、さくらってお前の前であんな顔するんだなと思って。どういう意味？いや別に意味はないんだけどさ、なんかあいつ最近クラスで元気なくて。そうなのか。俺の勘違いかもしれないけど、なんか悩んでるように見えた。悩み聞かないけどな。まあまあ、こんなことはどうでもいいけど。お前さ、最近付き合い悪くなったな。何急に。いやいや、たまには俺たちも遊ぼうぜ。パーッと中学時代の友達も呼んでさ。ほほ、いいな。ねえ、あかりはなんで音楽続けてるの？え、いや気になったから。そんなストレートに惹かれるとなんか、知れば知るだけ深いものだし、感情とかを表現できるし、ただ素直に楽しいから、好きだからじゃダメ？そっか。じゃあ俺とどっちが好き？いや冗談、昨日の返し、なんか滑ったみたい。え？いや、じゃあ斉君はお父さんとお母さんどっちが好き？それはちょっと違う。ない。いや違うだろう。終業式の日空いてる？終業式の日？うん。ごめん、その日無理なんだ。中学の同窓会があって。そうなんだ。そっか。でもダメかな、終業式の日。中学の友達とはなかなか会えないからね。ま、これから夏休み入るし、あかりとはたくさん会えるじゃん。本当にダメ？いや、だからその日は用事があって。他の日なら全然いいよ、夏休みとか。もっと考えてくれたっていいじゃん。どういうことだよそれ。俺はいつだってあかりのこと考えてる。そっちのことも考えてるんだから。考えてないのはそっちだよ。なら話くらい聞いてくれたっていいじゃん。話って？私が今何考えてるかわかる？
あかり、歩いて帰る。で、結局あれから一言も話してないってわけか。ああ、ったくわけわかんないよ、急に。急じゃなかったりして。え？まああれだ、向こう行っちまう前に仲直りしとけよ。はあ？だから、転校する前に仲直りしとけって言ったの。転校？私が東京の大学に行ってきた。やっぱりどうしてもなんか悩んでるように見えた。終業式の日、俺教師ってびっくりしたよ。急に親の都合で8月に引っ越します。あーごめん。まあその日無理だった。夏休み入るし、他の日なら全然さ会えるじゃん。夏休みこれからたくさん。私が今何考えてるか分かる？どっちを選べばいいかな。やべえ、雨降ってきた。早く行こうぜ。ごめん、先行ってて。あ、おい、ちょっとどこ行くんだよ。1学期終わった。もう受験だな。あっという間だ。景色も生活も1年前から何も変わってねえな。いや変わったよ。俺もお前も。お前変わったな。何言ってんだよ、置いてくぞ。おいちょっと待ってよ。